エセル・ミア・リース・スマイスは、イギリスの作曲家。19世紀後半の女性作曲家としては、フランスのオーギュスタ・オルメスや、セシル・シャミナード、アメリカのエイミー・ビーチと並ぶ偉大なパイオニアである。また、女性解放運動の投主としても名を残した、先駆的なフェミニストでもあった。晩年に聴力を失ってからは、エッセイストに転じ、自伝や交友録を残した。 上野千鶴子の著書などでは、アメリカ英語に基づく表記で、スミスと紹介されることもある。現在は、ベックスリーロンドン特別区に属すシドカップで出生。軍人で厳格な父親への反感からドイツに渡り、短期間ライプツィヒ音楽院で、ザーロモニア・ーラスゾーンと、院長、カール・ライネッケに学ぶが、興奮に馴染めず退学。後、ーンにわたって、 ヨハネス・ブラームスの友人ハインリ・ヒホン・ヘルツォー・ゲンベルクの個人指導のもとに作曲技法を磨いた。ブラームスのことを音楽界の救世主と呼んだほどに熱烈なブラームスの崇拝者であったが初期と晩年に気楽曲をものしたのを除けば歌曲や合唱曲、とりわけオペラ作曲家として活躍した。初期の気楽曲にはフェリックス・メンデルス・ゾーン、ロベルト・シューマン、 ブラームスの影響が見られる。帰国後のオペラ作品は、アーサー・サリバンとリヒャルト・ワーグナーの影響が著しく、色彩的なオーケストラの用法と、自在な転調、凝った火星と旋律の創意が顕著である。第一次世界大戦以降は、グスターブ・ホルストなどの影響のもとに新古典主義に傾いた。生涯を通して、重厚な響きと、堅固な構成力、情熱的な表現が、 特徴的である。スマイスはカミングアウトこそしなかったものの同性愛者であり、創作や社会活動の背景と動機はしばしば恋愛感情に由来している。また、オペラやオペレットにはフェミニズム的思想を盛り込んだものが認められる。1930年初頭からバージニア・ウルフに熱を上げ、両者の間で大量の書簡を取り交わすほどに至った。 1922年、音楽的な功労に対して、デームの称号を授与された。サリーシューウォッキングで没。ありがとうございます。